生活保護の利用を検討されている方、生活保護を申請された方に、これから生活保護制度の概要について説明をします。生活保護とは、世帯ごとに決められる最低生活費に対して、年金や給与などの収入が不足する場合、その不足部分を補う制度です。この制度は、健康で文化的な最低限度の生活を保障している日本国憲法第25条や生活保護法で定められています。このように生活保護は生活に困るすべての方にその状態に応じて必要な保護を行い、生活を保障し自立した生活が送れるよう支援するものです。ただし、ご自身の資産や能力、他の制度を活用できる場合は、そちらを優先して活用していただきます。生活保護を利用するには、相談、申請、調査、審査、利用開始という4つのステップがあります。この4つのステップごとに、それぞれ担当の職員がつきます。生活保護を利用までの流れについては、別の動画で詳しく説明しておりますので、そちらをご覧ください。先ほどもお伝えしましたが、生活保護は生活に困るすべての方に、その状態に応じて必要な保護を行い、生活を保障し、自立した生活が送れるよう支援するものです。生活保護における自立には次の3つがあります。1つ目は日常生活自立です。具体的には、自分で自分の健康、生活管理を行うなど、日常生活における自立を目指します。二つ目は、社会生活自立です。具体的には、社会的なつながりができ、地域社会の一員として充実した生活が送れるよう、社会生活の自立を目指します。三つ目は、経済的自立です。就職などにより、自身で収入を得ることで生活を送ることができるよう経済的自立を目指します。福祉事務所ではこれら3つの自立に向け、それぞれの利用者に合った支援を行っていきます。一緒に自立した生活が送れるよう歩んでいきましょう。